探偵ですよね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速夢見の館へ。いらっしゃいませ。リラクゼーションサロン夢見の館へようこそ。お越しくださいました。はい、ということで今回はレトロな和風村、モロコシ村に行ってみたいと思います。心地よい夢を ご希望かしら。一眠り500ベルでご提供いたしますわ。いい夢見せて。ええ、お任せくださいな。では夢をお取り寄せするためにインターネットにおつなぎしますわね。はい、それじゃあモロコシ村に出発。はい、モロコシ村に到着。お、雪が降りよる。いいね、いいね。夢の世界へようこそ。あなたは今、モロコシという村の夢見てらっしゃるのよ。現実の世界にお戻りになりたいときは、もう一度こちらのベッドに横になってくださいますね。それでは、都のモロコシの世界をご堪能遊ばせ。さあ、着替えは、なんかすごいシンプルやね。こっち、花の妖精系。こっちは、ジンベ。寒くない？そんなことないんかな。とりあえずこっちが多分女の子かなって感じやけん。着替えていきましょう。じゃーん、こんな感じで。なるほど、寒そうな感じやけど、きっと寒さには強いんだな。寒さにはすごく強い感じなんだな。うんうん。それじゃあ、一軒目向こうにあるんやね。まあ、一軒だけ離れたところにある。あれが村長さんの家かな？とりあえずちょっと向かいましょうか。あ、これや。あ、大きい家やし。多分村長さん。きっと。どうも。マリナ村長さん。モロコシは秋田のお菓子です。あ、トウモロコシとかじゃないんやね。秋田のお菓子。モロコシっていうお菓子があるんか。へえ、どんな感じなんやろ、食べてみたい。はい、それじゃあお邪魔します。あ、いいね、いいね。レトロな和風村って言ったけど、やっぱ和風ってすごい落ち着く。和風、なんか畳に布団ってめっちゃいいよね。良きかな、良きかな。何気に、絹代さんの 3DS じゃない、これ。ここは普通に家ってことかな。お鍋に。ん？お鍋？すき焼きかな？お鍋かな？と、天ぷら、そば？かな？このひび割れも、いい感じに。はい、それじゃあ、左の部屋へ。あ、音楽もめっちゃいい。音楽も超いい感じ。私の好きな感じの。良きだね、良きだね。こうなんか古い感じなんやけど、そういう中でもなんかすごい、なんていう？お金持ちなんやろうなっていう。まあ、村長さんだからね。村長さんだからね。レトロっていう響きがすごいいいよね。はい、それじゃあ奥の部屋へ。え、奥めっちゃ可愛いんやけど。え、すごい。テディベアに見守られながら眠りにつく。めっちゃいいやん。え、超可愛い。え、超可愛い。てか、このさ、床の、この床？この床は、普通にあるやつ？雪だるまのやつかなんか？めっちゃ可愛いんやけど。超可愛いんやけど、この床。なんか全体的にすごい、女の子って感じ。なんなんやろ。こう和風村やんか。やっぱこう洋風に憧れる思春期の女の子的な感じなんかな。西洋のあのお姫様みたいな感じ。みたいな。いいね、いいね。なんかこう全部が、こうレトロな感じやと思っとったけん、ちょっと不意打ち。お、右側も、いい感じ。すごい植物が好きなんやね。
良きかな、良きかな。別にこう、時代設定が、昔とか昭和とかいうわけではなく、っていうことよね。っていうことよね、きっと。なんかつい最近さ、何かしらまとめみたいなやつで、100均で買ってきた植物でも、大事に大事に育てたら、なんかすごい大きい観葉植物に育つみたいなのを見たんやけど、それやったらすごいなんかね、あ、でも、100均やけんね。本当にめちゃくちゃ大事に育てんかったら、私とかすぐに枯らしそうかな。でも本当にそんなすくすく育ってくれるんなら、めっちゃ安上がりじゃない？お、めっちゃ犬飼っとるやん。4匹。4匹も犬がおる。いいね、犬のいる暮らし。でもキャットタワーもあるってことはきっとどこかしらに猫も。どこかしらに猫もいるはず。なるほど。はい、それじゃあ、地下へ。お、地下はなんか、ま、壁はすごい寂れた感じではあるけど、ま、それが味になっとるんかな、これは。ちょっと昔風の喫茶店みたいな感じ？この薄暗い空間でナポリタンを食べながらコーヒーを楽しむ。ちょっとなんか、ツーな感じなんじゃない？隠れ家的な、隠れ家か喫茶店？超かっこいいやん。ああいうところからなんかね、探偵とか出動しそうじゃない？ドラマの見すぎ？アニメとか。ほら、なんかあったやん。探偵はバーにいるみたいな。なんかそんな感じの題名のやつあったことない？それっぽい感じ。まあ、バーじゃなくてカフェやったけど、今のは。はい、それじゃあ、2軒目のお家。どうも。みんな着物なんかな？ゆかさん、ごきげんよう。ちょっと上品な感じやね。はい、それじゃあ、お邪魔します。ゆかさんのお家じゃなかった。まさかの全然違った。のぞみさん、よろしく。どうも。なんか私がさっき言った通り、やっぱりこの村には探偵が、探偵ですよね。やっぱり、あのカフェにはよく行くんですか？ちょっとなんか、カフェのマスターと仲良かったりとかして、実はそのカフェのマスターは情報屋みたいな。そういう設定あったりせん？あれ、ということはだ。こっちがってことかな？こっちがさっきの人のお家ってことかな？もうごきげんようって言ったし、多少ちょっと大きめの家ってことか。お嬢様。あ、学校？学校や。昔の学校やね。え、いいやん、いいやん、なんか。かっこいい。いいね。なんかちょっと、あれじゃない？トトロとかって、これぐらいの感じじゃない？学校。雰囲気。なんかああいう帽子とかあったよね。あ、でも、ああいう帽子は今でも小学生とかって、あったりとかするのかな？小学生？幼稚園？なんか、こういう帽子かぶっとる子供とかって、たまに見かけるよね。私は小学校、黄色い帽子やったけど、途中からね、高学年になったら、みんなかぶらんなるっていう。はい、それじゃあ、左の部屋へ。お、こっち側は、学校ではない。いや、でももしかしたら校長室とかかもしれん。なんか校長室ってさ、無駄にちょっと、ね、豪華な感じあるやん。あんまり入ることないけど、でもなんか、面接練習とかで校長室行ったことある。本当になんか学校中すべての先生たちが面接練習協力してくれて、やっぱり仲いい先生相手だけじゃ、ね、普通になーなーな感じで終わってしまうけん。普段生徒と関わらんような校長先生、教頭先生とかも含めて、なんか高校の面接練習みたいなのにしよった。あ、でもここはベッドがあるけん校長室ではないね、きっと。きっと普通に人の部屋やね。お金持ちすぎて、あれかな？自分家が学校とか。てかなんか散らかりすぎじゃね？さっき気づかんかったけど、散らかりすぎじゃね？どうした？何？荒れてるの？この学級。
はい、それじゃあ奥の部屋へ。お、奥はなんか楽器がめっちゃ置かれて、あ、え、なにあれ。あれはなんか、楽器の設計図？音楽室かと思ったけど、楽器を作ってるってことか。へえ、すごーい。なるほど。そういう感じ。あそこ、あの壁に貼っとるやつは多分、前でさよね。ええー、すごーい。どういう家なんやろ。やっぱり家で学校を経営しよるってことなんかな。はい、それじゃあ、右の部屋へ。お、あ、右側、こっちこそあれやんね。校長室。え、なんか壁ボロいな、どうした。え、どうした。なんか、自宅に力入れすぎた感じ。もうちょっとなんかね、学校の方も綺麗にした方がいいんじゃないでしょうか。壁紙貼り替えたりとか。校長室こんな感じじゃない？なんか。校長室の椅子に座ってみたい。ふかふかしてそう。はい、それじゃあ、2階へ。あ、2階は、教会やね。なるほど。ここでお祈りをすると。うん、お祈りの間があるってなんか、すごいね。そういう感じの学校？なんて言うんやっけ？ミッション系の学校って言うんやっけ？いまいち意味がよくわかってないけど。ミッション系ってなんなんやろ。ミッション系とは、キリスト教の教えを教育理念とし設立され、運営されている私立学校を言う。一般にキリスト教主義学校がミッションスクールと呼ばれることが多い。はい、それじゃあ近い。でもなんかキリスト教とかそういう感じの学校って言うことない？なんかびっくりした。ホラー系かと思ったよ、いきなりの。なんか血で染まっとんかと思った一瞬。え、待って、学校の地下カジノ。おう、すごいね。なんかうわー、お金が、お金持ちの、お金持ちだけが通える学校。え、でも校長室ボロかったな。お金をかける場所をきっと間違えている。あれはあれかな？先生たちのお楽しみ用なんかな？先生たちと保護者みたいな。違う？生徒も関係しとんかな？でも生徒カジノに関係しとったらめちゃくちゃ怖いな、なんか。あ、どうも。対象デモクラシー。対象デモクラシーって何やったっけ？なんか、現代社会かなんかで習ったような気がする。対象デモクラシーとは、日本で1910年代から1920年代にかけて、おおむね大正年間に起こった政治、社会、文化の各方面における民本主義の発展、自由主義的な運動、風潮、主張の総称である。これがその大正時代ってこと？お邪魔します。あ、すごい！地面も全部竹や。竹の地面ってどんな感じなんやろ？なんかボコボコしてそうじゃない？でも雰囲気めっちゃいい。ホタルとかおるよ。超素敵やん。なんかこれ家紋？かっこいい。3DS なんか家紋付きなんやけど。やば、かっこいい。なんかさ、なんかそれぞれの家に必ず家紋みたいなのあるみたいなの聞いたことあるけど、自分家の家紋とかってみんな知っとるもんなん？全然知らんねえけど。全くもって知らんねえけど。はい、それじゃあ左の部屋へ。あ、いいね、いいね。庭先？あ、違う、温泉かな？いいね。なんかこの、ちょっとしたお風呂が、3つ。でもこういうのっていつも思うけどさ、外、こういう場所を通りおる間がめちゃくちゃ寒そう。すごい寒そう。風情とかはね、あるんやけど。私この入り口入ってすぐの、このガラスの向こう側の景色めっちゃ好きなんやけど。ねえ、なんかすごい綺麗にまとまっとるよね。超綺麗。はい、それじゃあ右側の部屋へ。お、右側は、泊まる部屋とかかな？客室？
ここが旅館なんか何かはわからんけど、でも温泉があって、最初のところ、まあロビーっぽいっちゃロビーっぽい。旅館かな、ここは。落ち着く感じの部屋。お？びっくりした。多分ロビーよね。こういうところでみんななんかお客さんとかくつろぐんやろ、きっと。お風呂上がりとかね。はい、そして2階へ。え？あ？なぜこの曲なの？2階はなんかすごい洋風やけど、超怪しげな音楽かかった。めっちゃ怪しげな音楽かかった。どうして？なぜ？魔女とか住んでそうやね。そういうことではないのか？でもなんかこう、村長さんの家は、洋風と、ね、バランスよくあって、でも可愛い感じやったけど、ここはちょっと、なんて言うんやろうね、不気味さを感じる。はい、それじゃあ、地下へ。あ、いい。庭先。こういうところにね、縁側に座って、あ、な、頭ツバメの巣ある。ツバメの巣とかって最近全然見かけんねやけど、あるんかな？なんか、払われたりとかしようかな。なんか、ツバメの巣って、なんか、自分家に作られたら幸せになれるみたいな、なんか聞いたことない？なんか、そういうの小学生の時に聞いた気がする。やけん、なんか、自宅のこういう軒下とかにね、ツバメの巣作られても、みんななんか、それ見守っとるみたいな。いいね。小学校の時、こう、通学路にあった家の軒下に、ツバメの巣あったけど、みんなでなんか、見守りよったもん。気づいたらなんか旅立っとったけど。ほい、お邪魔しました。なんかこう、レトロな和風村って言うけど、ほんとなんか、和風だけじゃなくって、洋風といい感じにバランスが取れとるというか、ね。なんかこう、自然な感じに二つともが存在しとって、すごいね。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。なんかあの、村長さんの家の、テディベアがたくさんあった部屋が、めちゃくちゃ私のツボやった。